皆さんこんにちは。葉山の簡単カタカナ英会話です。今回は英会話の習得のためにちょっとヒントになったらと思ってこの動画を上げます。数日前に、プライムビデオ、これはアマゾンがやっているあのビデオ配信なんですけれども、月500円かかるんですが、ここで韓国映画の I Can Speak っていうのを見ました。内容は日本人にはちょっと批判的なので賛否両論あるとは思いますが、これが、戦争の悲劇なのかなと思いました。この I Can Speak というのには深い意味が込められています。でこの主人公のもう相当お年のおばあさんが、何とかして英会話を学びたい、英語を話せるようになりたいと、いろいろ頑張ります。で、若い、市役所、役所の青年に声をかけて、とにかく英語を教えてくれ、英語を教えてほしいってものすごくしつこくしがみつきます。そこでこの青年困って、教えることになります。でこの方の教え方なんですけれども、とてもユニークで、最初は同じですね。単語を覚えなさいとか、簡単な日常会話。I think you and you? Good. 할머니는영어왜배우시는거예요？それが一応終わったところで、実践として、バーにこのおばあさんを連れてくんですね。で外国人が飲んでるところにこう行って、最初は5分話しなさい。それがクリアできたら、今度は10分話してごらんなさいっていうふうに持ちかけます。でおばあさんは、はい、なんとかクリアします。このやはりもうしがみついてでも英会話を習得したい、英語を話せるようになりたいという気持ちが前面に押し出されています。どうしてかは最後の方になると明らかになります。この辺は見ると日本人にとっては胸が痛くなるものなので、全部見なくてもいいと思います。で、この動画ちょっと見ていただけばわかるんですけれども、本当に最初は中学生英語というか、 How are you? I'm fine, thank you, and you? っていうのを何回も何回も言います。そこからお話がこう話せるようになって、単語を覚えて簡単な英会話をする。でやはり実践が大切なんですね。外国人を目の前にして度胸試し、度胸でぶち当たるっていうことなんですけれども、ここではおばあさん本当に勇気を振り絞ってやっています。英語を母国語とする外国に行かないで英会話を習得するっていうのは、このぐらいの度胸を必要とします。でもここでもちゃんと立ち会い人というか、ちゃんと保護者みたく教えてくれる男性、若い男性が見守ってくれています。この映画一見の価値があると思います。私が見た数日前はプライムビデオでやっていたんですが、今調べたらプライムビデオでやってないんですね。でアマゾンのプライムビデオの方で、500円のレンタルで視聴することができます。また Unext の方では、お試し期間30日以上あるかな、そこで、お試し期間の間に見て、お試し期間が終わりそうな時に解約すればやっぱりやめますみたいなことでもいいと思います。また TSUTAYA のディスカスというところでは14日間無料のお試し期間があります。今のところこの3つぐらいの方法しかないんですけれども、もし興味のある方、このおばあさんのようにもう本当に本気で英語を勉強してやるんだ、習得するんだという、気持ちがある方はぜひご覧ください。Thank you, and you?
I am standing here today by the crimes of the Japanese army just for you to acknowledge. I'm sorry. Is this so hot? The history into which we were forced. 평생 자신의 마음속에 담아두었던 말을 무사히 막친 옥분. それではまた。 I see you later. Bye.